はい、皆さんお世話になってます。黒ひょうです。今日は釣りの話ではないです。マスクの付け方の説明をしようかなと、そんな思ってます。マスクはマスクでもね、種類がありまして、これが一般的なタイプになるんですかね。プリーツがあるやつですね。こういう立体型って言われるマスクですかね。今回はね、このプリーツタイプを使ってマスクの装着をお伝えできればと思います。マスクを装着する前には必ず手洗いをきちんとしてもらうと。でその後、マスクの、ね、この上下、これね、上下があるんですよ。そのマスクにね、ここにワイヤーが入ってるやつっていうのはすごい分かりやすいと思います。ワイヤー部分が入っていればそれが上目になります。で、まあそれが入ってないと、入ってないものに関してはこういうプリーツになってる部分、こうですね、これ、まあ、山側の面っていうのがきちんとこう 下に向いてるかどうか。次はね、マスクの裏表っていうのがあります。今持ってるのが、こっち面が表側になります。で、こちら面が裏側になります。見た感じね、ちょっと色は違うだけであって、どっちが裏なのか表なのかっていうのがね、パッと見わからないと思います。表とか裏とか書いてるマスクもね、まあ、あります。まあ、書いてないマスクの場合は、まあ、ここに紐がついてますよね。この紐が、こう圧着されてるところ、圧着されてるところが、内側、自分の方ですね、手前になるように装着すると。紐自体は内側にこの圧着面が来るように装着するっていうのが正しい付け方になります。広げてもらって、でここのゴム紐を持って顔に近づけ、耳にこのゴムをかけると。でそっからここにね、鼻にワイヤーが入ってるものに関しては、鼻の部分グッと押さえてください。グッと押さえて、ここの鼻とほっぺたのところにある隙間、これをなくすようにしてもらって装着してもらうと。で、この顎の部分はきちんと覆われてますか？覆われてますね。これが正しいと。で、あとここほっぺたとの隙間が、ないように、ちゃんと顔に合ってるかどうかですね、それの確認もしてください。装着 OK ですね。で、今度外すとき、外すときはね、ここ持たないようにしてくださいね。ここにもやっぱり、ね、菌がいっぱいついてることがあります。なのでここは絶対持たずに、この耳にかかったゴムを取って、でこのままポイと。これがね、また厄介な部分があるんですよ。この耳にかけるゴム、一回ちょっとかけますね。で、この耳にかけるゴムがね、ここめっちゃ痛ならへんすか。これをね、なんとかちょっと軽減したいなと思いまして、ここにかかる負担を減らすんだったら、ここ引っ張ったらええんちゃうかと。このゴムの部分ね、後ろに、まず思ったのが、この髪留め、まあ、女性がよくつけてるこの髪留めのゴムあるじゃないですか。これ、こういうなんかこういうデザインの入ったやつとかね、そうだなと思って、このまあこれ2つあるんで、これをこういうふうにね、こういうふうに引っ掛けます。2つで、これを後ろのこの耳にかかってるところに取り付けると。一回やってみますね。片っぽ引っ掛けて、でこっちの方も片っぽ引っ掛けると。そうするとね、この耳にねかかる負担がないんですよ。ゼロになります。見えます？こんな感じです。耳にかかってたゴムをここに引っ掛ける。これをするとね、すごい楽なんですけど、まあ、ちょっとね、私自身この花柄のやつとかね、外で
することは、外でしたり会社でするとね、女性の方にすごいクスクス笑われてしまってたんで、これはちょっとお花じゃなく芝生物でちょっと代用できないかなと、で私自身ちょっと作りました。原理は一緒なんでこれです。見えます？はい、鉄板バイブ、鉄板バイブのちっちゃいやつね。これを同じ要領でつけることができます。これは自作したんですけどね。こんな感じで鉄板バイブがかかっていると思います。いいでしょ。いいかな。これでやはりね、仕事に集中するかどうかはちょっとあなた次第ですけど、まあ、今日はそういうマスクの説明になりました。ぜひ皆さんチャンネル登録お願いいたします。できれば高評価もよろしくお願いします。